簡単に古い映画調の映像を作ることができるデハンサーフィルムエミュレーションの使い方の入門編後編です。皆さんこんにちは、昭陽キネマです。前回の動画でデハンサーフィルムエミュレーションのとりあえずこの設定をすればオールドフィルム調の映像を作ることができますよっていう入門編の前編を公開しました。今回はその後編になるんですけれども、今回はですね、少し光を操っていきたいなというふうに思います。はい、それではプレミアの方で作業していきたいと思います。今回はこのイルミネーションのちょっと映像を使って光をちょっと操っていきたいなというふうに思います。はい、では調整レイヤーを上にかぶせて、よいしょ、エフェクトの中からビデオエフェクト、フィルムエミュレーションデハンサープロ 2.0 を調整レイヤーに対してドラッグアンドロップをしていきます。はい、もうこれだけで、よいしょ、映像が少しね、雰囲気が変わります。で、前回の設定をとりあえずこれに対してしていきたいと思います。はい、エフェクトコントロールの中から、はい、まずインプットです。チューズカメラで FX30 を選びます。私の場合は FX30 です。で、特にエクスポージャーとテンパチャー、ティントは今回触りません。フィルムのルックはまあ何でもいいんですけども、前回と同じにしましょうかね。アドックスを使っていきます。で、フィルムグレインもまあどうですかね、16mm の250ぐらいで、ちょっと今回はちょっと抑えていきましょうかね。で、ビネットは今回ちょっともう映像自体が暗いのでつけません。で、フィルムブレスはつけておこうかな。これもちょっと分かりやすいように 8mm で、で、ゲートウェーブも 8mm でつけていきたいと思います。まあ、映像が動いてるんであまりゲートウェーブはなしにしようかな。映像が、よいしょ、はい、両方とオンにしてください。ちょっとまあ映像が動いているのでゲートウェーブは今回なしでいきたいと思います。よいしょ、はい、ではこんな形でまず初期設定ができましたら、で、今回は光を操っていくということですので、2つの効果を付け加えていきたいと思います。はい、一つがハレーションですね。ハレーションちょっとこれ効果つけてみましょうか。よいしょ、ちょっとこれ微妙に変わってるの分かりますか。これ一番効果が出やすいのにしてみましょうか。 8mm の、ノーレムジェット、リムジェット、こちらの設定が一番効果が出やすいので、はい、こんな感じでこの光源の周りがちょっともやっとなるような印象ですよね。これがハレーションの効果になりますですね。光がもうちょっと強調されてるような感じで、ちょっとだいぶカクつきますけども、光がだいぶ強調されてるような感じになります。で、ちなみにこの効果ですけども、これも 8mm、16mm、35mm、65mm とありまして、 8mm が一番効果が出ます。で、それぞれの、フィルムのサイズの中に、これだと 8mm っていうのと 8mm ノーリムジェットっていうのがあるんですけども、このリムジェットってなんだっていうふうにちょっと調べたら、これあのフィルムを保護するための塗料みたいな、保護層があるかないかみたいなことらしいです。で、このノーリムジェットですので、その保護層がない方が光がよりもやっとするっていうことらしいので、強くつけたい場合はこのノーリムジェットを選んであげてください。今回分かりやすくするためにノーリムジェットを選んでおきます。はい、続きまして2つ目がブルームになります。こちらの方も使ってもらうと分かると思います。オンオフをオンにしてもらうと、さらにちょっと光が周辺にホワッとなっているのが分かるんじゃないかなと思います。これも 8mm で1回確認していきたいと思います。はい、 8mm にするともうかなりモワッとなりますよね。これは光の拡散です。今ある光源から光がさらに拡散していくっていうのがこのブルームということになります。この2つの設定をしてあげることによって、だいぶ光の印象が変わってくるんじゃないでしょうか。オフの状態これですので、なんか光がふわっとなってる感じが弱いかな。
2つをつけてあげるとこの状態になるので、だいぶふわっとしてるかなと。これはですね、まあ皆さんもお持ちの方もいると思いますが、ブラックミストフィルターをつけて撮影したのと似た感じのふわっと感になるんじゃないかなということを思います。でさらにオールドレンズなんかを使うと少しこう光がほわっとなったような印象になるので、その効果を再現しているのがこのハレーションとブルームですね。これはもうセットで使ってあげるとより効果が高まってくるんじゃないかなということを思います。はい。でさらにちょっと今回ステップアップでもう一つだけ設定を紹介していきたいと思います。でもう一つの設定はちょっとこちらの以前使った映像の方でやっていきたいと思うんですけれども、今回、さらに、ステップアップで紹介するこう設定項目はこれですね。フィルムダメージっていうのをちょっと設定してみましょう。これはまあ設定してもらうと一目瞭然わかると思うんですけども、ちょっと効果一番強くしてみましょうかね。8ミリでやってもらって、これもちょっと再生した方が多分わかりやすいので再生してみます。はい、これ分かりますかね。映像のところどころに傷だとか、なんかほこりみたいなものだとか、あとなんかちょっと髪の毛みたいな毛みたいな効果がチラ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 っと出てくる。フィルムダメージなので、フィルムが受けているそういった傷だとかほこりといったようなダメージを再現しているのがこちらのフィルムダメージになります。いいですよね。はい、この効果を加えることによってさらにオールドフィルム感を増すことができますので、こちらの方も参考にしてもらえたらいいんではないかなというふうに思います。ではレンダリングをしていきます。はい、それではレンダリングが終わりましたので映像の方を確認していきたいと思います。まずイルミネーションの方から見ていきたいと思います。もうこの時点でハレーションとブルームが十分効果が出てますのでいいかなと思います。いいですよね。光の雰囲気がだいぶ変わるので、これはこの効果は正直オールドフィルム調にしない時でも使えると思いますので、普通のイルミネーション撮影してクリアな映像で光だけちょっとふわっとさせたいっていう時はこのハレーションブルームっていうのを使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。さあそしてフィルムダメージですね、そちらの方を見ていきたいと思います。もうこの時点でちょっと糸くずみたいな効果が入ってますね。あ、だいぶ古いフィルムだなっていう感じが出てるので、プラスアルファでこういった効果をねつけてあげることによってさらにフィルムのダメージ感、オールドフィルム感っていうのを表現できるんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。とにかく簡単に映像を昔の古いオールドフィルム、オールド映画のような感じの雰囲気にできるデハンサーフィルムエミュレーションっていうプラグインですけれども、ぜひ皆さんもね使ってもらえばご自身の作品の中の表現の幅が広がるんじゃないかなと思います。今回デハンサーに興味を持っていただけた方は私の概要欄の方からサイトへのリンク飛べるようにしておきますので、そちらの方から購入をご検討いただけたらなというふうに思っております。はい、本日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が役に立ったよっていう人はぜひグッドボタンの方を押していただけたらと思います。そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。